こんばんは、パーソナリティの小林美明です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。はい、さて、今日はファッション業界について、はい、ちょっとお話を伺いたいと思いました。ね、なんとニューヨークコレクションにですね、着物が出展をされて。すごいことです ね、 ねこれって初めて、初めてみたいなんですよ。史上初って。はい、で世界の4大コレクションなんですよね。そうなんです。皆さんよくご存知なのはパリコレ、はい、それからミラノのコレクション、そしてもう一つあるんですよね、はい、はイギリスのロンドンコレクションとニューヨーク、ニューヨーク、そうなんです。その中のニューヨークコレクションに着物が登場して、はい、なんかもうちょっと早く出てもよかったんじゃないかなって思いますけど、でもやっぱ嬉しいですね、そうですね、初めて出るっていうのは。これは何かこう着物の一部をこうアレンジしてではなくって、もう完全に本物のそのままの着物が、はい、っていうことですよ。モデルさんたちが着られてですね。でもやっぱり日本人が着た方が合うなっていう感じは、そうなんですよ、ね、写真を見たらちょっとしたんですけど、私もなんです、はい、でなぜかなっていろいろ考えたんですけど、あれっていうのは帯が黄金比って言うんですってね、数学的に言って、一番美しく見えるんだそうです。あのスタイルが、その帯の位置で。ああ、なるほど。それが多分こうあちら の、 この外国人の方は、モデルさんはこう足が長い、足が長いですからね。これは人種問わずモデルさんは本当足長いですからね。ちょっと帯は上にありすぎてこう、それでですかね、かもしれない。なんかちょっとだけこう違和感を感じたんですけれども、でもやっぱりいいですよね。でも綺麗ですね。これ私ですね、今クールジャパンの制作も担当してるんですけど、やっぱりこのファッションってやっぱり十分世界で通用するし、着物って、はい、まあ、着物って言っちゃうともう着物でしかないんですけど、うん、ファッション業界で言うとテキスタイル、はい、要は生地として売ったら、それ抜群にチャンスは私あると思っていてですね。そうですね、はい、テキスタイルといえばここビンゴです。そう、ビンゴなんですよ。ビンゴガスリだってあるし、はい、ね、いろんなテキスタイルがあるので、だからこれをなんかこう着物しか使えないっていうものじゃなくて、あの生地をテキスタイルだということにして、じゃあ何に使っていけるのか、はい、でデザインと組み合わせていくと何ができるのかっていうのをこれから実は制作でやっていきたいと思ってまして。はあ、いいですね。そういえばですね、はい、先月の終わりだったんですけれども、ある有名な時計のブランドと、それからこのビンゴのですね、ジーンズのある有名な会社さんが、ある有名なコラボレーションされて、もうすっごく素敵な時計をですね、ビンゴで限定販売されたんですけど、おお、それ知りませんでした。あ、そうですか。はい、ですので、そういうふう、はい、とってもそういうふうなこともいいですよね。ね、ありなんだと思うんですよね。ですから、まあ、なんかこうこだわりは大事なんですけど、どこにこだわるかっていうところと、あとはどこに活用していくかっていうところで、まあ、知恵書を持っていけば、はい、まだまだチャンスはたくさんあるんだと思いますので。じゃあ今日のゲストの方は的確ですね。間違いないですね。そういう質問をすると。そうです、そのあたりも聞いてみたいと思います。はい、繊維業界に関わりのある方をこの後すぐご登場です。さあ、それではここで皆さんからのメールもお待ちしています。アドレスは leban@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 084-920-8765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題。詳しくはレディオビンゴのホームページをどうぞご覧ください。この番組は高和物産カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は広島県アパレル工業組合理事長、そして黒だるま株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます平健介さんをお迎えしています。平さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、こんばんは。平さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。忙しいのにありがとうございます。本当にございます。昨年秋、男女褒章受賞という。ありがとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。すごいことですよね。この間、祝賀会も18日の木曜日、はい、これ、褒章の受賞の理由っていうのが、これアパレル業界での多大な尽力、そして5年前に起きた東日本大震災でいち早く物資を被災地に送られるということで、経営だけじゃなくて奉仕活動でも力を発揮されたということで、功績が称えられたというふうに伺ってますが、はい、ちょっとこうこのアパレル業界での活躍、少しこう時を遡ってお話聞きたいと思うんですが、
あの日本非工業組合連合会という、まあ、これ全国組織がございまして、まあ、埼玉県から大阪府、岡山、広島の4県なんですけど、今228社ぐらいやってですね、まあ、その活動の中で、一つはですね、私がまあ日比伝という通称を言ってるんですが、その理事長時代に、2014年の4月の消費税の増税の時ですが、まあ、一般の流通の方はですね、まあ、あの総額表示を主張されておったんですが、まあ、あの我々はですね、本体価格プラス消費税というまあ表示カルテルを結成しましたね。これまあ経済産業省の指導もあったんですけど、まあ、それでなんとか価格の転嫁をですね、スムーズにいくようには努力をしたということと、要は丸められちゃうと、やっぱり流通強いですからね、からね、まあ、その対抗するための手段としてまあカルテルは結んでよかったということですね。でまあ、もう一点はあの、まあ、これ五輪購入法等で、まあ、いろんな政府も統治されてますが、まあ、あの日比連エコユニオンマークというのがありましてね、まあ、これもその拡案のために、まあ、デザインを一新したということなんですが、はい、まあ、いずれもその前々からまあ準備していたことだったんですが、まあ、ちょうど私が理事長の時にまあ決定をしていただいたと、本当にまあ運が良かったなと思っております。そういう意味では業界がまあしっかり成り立つようにということで、そんな工夫を凝らして入っていったわけですけど、結構業界まとめていくってのは難しいんじゃないですか。まあ、岡山県はね、どちらで言いますと学生服、それからまあ人格のユニフォームもたくさんありますが、この広島県はですからユニフォームとね、あとまあそのメンズとレディースのまあ実用カジュアルが多い地域 で、で大阪はどちらかといえば流通の方が多くて、まあ、そうそう、埼玉県もどちらかといえばまあ製造業の方がまだ多いんですが、まあ、それぞれ県によってね、特徴、それから会社もみんなそれぞれ、規模の違いもあるし、まあ、それで一番やっぱり広島県が、活発で非常にまあ競争厳しい、まあ、逆にはそれが活性化につながっていると思いますけどね、まあ、そういう皆さんたちを、まあ、前にどんどん向かって競争してね、いけるようなふうにまあできればなと思っておりますけど、うん、はい。それに加えて先ほどもちょっとご紹介しましたが、東日本大震災時にはあの物資を輸送されたということなんですが、これもですね、あの経産省からすぐあの電話がかかってまいりまして、なるべく早くその組合で、まあ、理事会開いてですね、特にあれ3月の11日でしたので大変寒い時期で、まあ、大至急その防寒衣料ですね、まあ、それを集めてくれないかっていう指示がありましたので、大至急集めていただいたんですが、あのなかなかその、物流といいますかね、あの交通網が遮断されてたん そうです、ね、大変だったんですが、まあ、なんといろんな方にお願いしてですね、最後はあの海田のね、海上自衛隊だったんですかね、そこの力を借りてあのなんとか輸送することができたっていう、非常にまあそういう思い出がありますね。自衛隊の輸送経路を使われたって、ね、あのね、平成7年の阪神大震災の時はこれもあの同じく母艦医療を送ったんですが、この時はね、こんなこと言っていいのかな、また自民党政権でね、非常にあの指示も的確で早かったんですよ、はい、でこの時はね、東北大震災の時はなかなか指示がスムースに来なかったんで苦労したという記憶はあります。なかなか難しかったという、はい、まあ、いろんなところからそういうお話もありますので、はい、まあ、そういう意味ではやっぱり政治がちゃんとリーダーシップをそういう時に取るっていうのは重要だ、それしみじみ感じました、はい、あの肝に銘じておきます、はいはい、でも総額でどれぐらいのあれになったんですか。まあ本当すごい額だったんですが、9500万円9500万円額になって、まあ、いろんなその遠くの方からですね、各企業にお礼のお手紙を来たり、また、ね、あの喜ばれたというのを思っております。すごいですね。それ以外にもなんかアパレル工業組合で勉強会というか指導もやられてますよね。これはまああの、まあ、毎年ね、相当多くの新入社員の方が入ってくれますから、まあ、繊維の基礎知識とかね、まあ、それから染色あるいはその縫製、いろんな面で講習会はやっております、はい、なんか時々こうお邪魔していろんなお話を聞くんですけど、でも今一番難しいのはやっぱり人手の確保じゃないですか。まあ、実はね、縫製業っていうのはあのご存知の通り、まあ、労働集約産業なので、まあ、どうしてもその国内でね、なかなかその人が集まらないっていうのは昔から その流れでしてね、今もう特にユニフォームに関しては 95% ぐらいが海外生産、はい、
で今一番困ってるのはやっぱ中国での人件費の高騰と、まあ、中国でもだから日本の今から2、30年前と同じことが起きてて、やっぱ人が絞らない、まあ、そうすると今度は中国から、まあ、東南アジアですかね、だからベトナムとかバングラとか、ミャンマーとかね、そっちへまあ新しい生産基地を探すという、まあ、非常にそういうまあ行動はやってるというところですかね。そうですよね。国内はなかなか難しいですね。そうですよね、はい、これでもどこまで行けるんですかね。いやもうあのインドまで行っちゃうとね、アフリカもちょっとね、なかなか社員を派遣するにはね、さあいかがなもんかなと思いますね。まあ、今バングラデシュあたりもかなりの方行ってらっしゃいますが、相当まあ高温多湿でね、行っておられるその技術者の方もね、それやっぱ大変だと思いますね。結構国によってこう気質が違ったりとか、こうそういうのが技術が得意な方っていうのはやっぱりいらっしゃるんですか。まあ、あの今だから特にベトナムあたりはね、大変気質も穏やかで助けも器用なんで、まあ、今現在はあのベトナムが大変多いという感じしますけどね、やっぱりこのビンゴ地域にこうアパレルユニフォームが多いっていうのはあれですかね、ビンゴガスリの流れ。ガスリですね、ガスリはやっぱり流れで、まあ、特に私立町を中心に昔から、まあ、問屋さんがあったりですね、そういうとこから始まって、戦前まあその軍服を縫製してたっていう、その辺からまああの縫製業も始まったわけですけど、まあ、そういう方があの非常にまあこのビンゴ福山からですね、大きな出張カバンにたくさん見本をね入れて、あの北海道から沖縄まで出張されてるわけで、よくあの福山新幹線の駅なんかでもね、そういう大きなトランクを持ったのは大体このビンゴのアパレル関係の営業マンだとは思いますけど、結構やっぱり福山はこうなんかこう業商の地があるというか、どんどん外に売りに行くっていうのがあるって言いますよね。出ますね。やっぱそこがこうアパレルから来てるわけですね。あ、とにかく外に売りに行くっていう、ね、はい、はい、こんな風に長年アパレル業界にですね貢献をなさっていらっしゃって、それが認められて今回の万寿褒章受賞ということのお話を前半は伺わせていただきました。ではこの辺りでちょっとブレイクです。今夜はゲストに広島県アパレル工業組合理事長で黒だるま株式会社代表取締役社長平圭介さんをお迎えしています。平さん、後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、後半はちょっと黒だるま株式会社の経営者としてのちょっと手腕をお聞かせをいただきたいと思いますが、かなりあのご苦労もされたというふうに聞いてますが、まあ、私あの昭和49年の5月だったんですかね、まあアメリカから黒だるまが帰ってきたんですけど、まあ、その当時あの第一次オイルショックのど真ん中でしたね。まあ、日本中も不況だったんですけど、まあ、黒だるまがその当時はまだ国内生産ほとんどだったんですが、従業員がですねグループ全体で1200人ぐらいおられて、1200人、まあ、ですからオイルショックの波を一番大きく受けたですね、で、まあ、本当に過剰生産、過剰在庫、過剰借り、まあ、三重苦で、あの黒だるまどころかね、まあ、赤だるまって言われて、まあ、いつ倒産してもおかしくないっていう噂が駆け巡ってた時代ですからね、だから昭和50年代っていうのは本当に生産調整、生産調整っていう10年間でね、まあ、会社にとっては私にとも大変まあそのアゲンストな時代だったと思いますね。そのこの三重苦ですよね、これどうやって乗り切ったんですか。いやあのね、僕あの頃ね毎月、まあ名前は言いませんが某銀行に毎月、報告しに行ってましてね、で必ずその時に3ヶ月とか半年先のその予測をまあ言うわけですね、でその都度それが狂っちゃうんで、もう毎回って怒られてましたけどね、まあそういうことを繰り返しながらそのいろんな方と、まあそれも金融関係以外の商社の方とかね、素材メーカーさんとかね、いろんな先輩にまあやっぱいろんなお付き合い代があってその教えられたというんで、だん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 とじわじわとまあ経路を勉強していったっていう感じですかね。やっぱりその周りのアドバイスってのは大きかったですか。でまあその、まあ、10年間に限って言えばね、まあそのまあいろんな人がいらっしゃるわけでね、本当に親身で行ってらっしゃる方もあれば、
まあ、そうでないということで、まあ、いろんな表も裏も見ましたけど、まあでもそれがやっぱりある意味じゃあの私のまあ大きな財産かなと思いますけどね。でもあのどの世界でもリーダーというかトップに近い方、トップになればなるほどですね、やっぱ少しこう孤独になっていくじゃないですか。その時っていうのはどういうふうに克服されていかれたんですか。ちょっと後輩に教えていただきたいと思います。あのね、やっぱり友人ですよ、うん、であのもちろんその会社の、まあ、私の年上の方も、まあ、同年輩後輩も含めて会社の社員ももちろん一番大事なんですが、まあ、ある意味でやっぱり貴重な友人、先輩含めてね、そういう方々からやっぱりその励ましの言葉をもらったりね、はい、それはやっぱり非常にありがたかったというか、まあ、それとそういう間にだん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 私も鍛えられていったのかなという気がしますけどね。結構ね、だんだん私たちの年代もちょっとずつこうマネジメントの、うん、会社の中でもマネジメントになる世代が入ってきて、うん、やっぱちょっとなんかこう誰に相談していいか、だからある意味はね、今のそのそこそこ恵まれて業績のいい会社に入っちゃう後継者の人よりはね、やっぱり最初しばらくしんどいけども、そういうまああの苦労を体験した人の方がねいいと思いますけどね、だからあんまり恵まれすぎない方がいいような気がします、まあ、それでは厳しい環境に自ら置いた方がいいんじゃないかって、いや自ら行きたくないけども、たまたまそうなっちゃってたんで、はい、頑張らざるを得なかったっていうことですかね。それなんかその30区を克服してこうグッとくる伸びる瞬間って何かきっかけあったんですか。やっぱ商品開発で、ね、最初しんどかった頃は新商品を作るって余裕もないしね、で昭和50年代の後半ぐらいからだんだんと、まあ、少しずつ余裕が出てきてきて、で、まあ、その時に巡り合ったのがその形状記憶加工っていう、まあ、これ加工なんですけどね、はい、まあ、そういう新商品を出したと。でこれはどういうことかというと、その綿という生地ね、コットンですが、非常にまあこれいい素材なんですけども、欠点があって、一つはその縮みやすい、はい、からシワになりやすい、そういうあの欠点があったんですが、それをまあその補う形状記憶加工っていうのを、はい、これは東洋坊さんと組んで、これはもう、まあ、会社からいけばちょっとね相当大きな投資をして健康的に頑張ったんですが、これが1994年だったんですかね、まあ、これがなんとかまあヒットして、それからまあ上昇基準に乗ったという感じがします。やっぱその製品開発、はい、が多かったと思いますね。じゃあ少しこう安定をさせていってチャレンジというか、その準備をしっかりやったと思います、ね、はいはい、どうですか、こうもし後輩の経営者とかにですねお伝えをするとすれば、経営のポイントとか大事にすべきことって何かありますか。まあ、ここ特に5年ぐらいね、非常に変化が激しくて、民主党政権の頃80円台だった為替がね、もう今115円とか120円ですけども、はい、それだけ変化が厳しいので、まあ、為替がまあ高かった頃をね、まあ、コスト競争して、まあ、その価格で勝負っていう時代もあったんだけども、ここまでもう円安になっちゃいますとね、もう価格勝負っていうのはお互い疲弊するばっかしなので、やっぱりその各社今でもそうですけど、まあ、付加価値の高い商品を作って、それでまあその素晴らしい輸入方法をね、社会の方にその提案できるようなね、そういう競争をすれば一番いいなと思いますけどね、はい、まあ、そういう意味ではまず外部環境をしっかり見るってことですね。そうですね、やっぱこの5年がそうかですから、はい、変化が変化をきっと、まあ、本当我々は為替が一定の方が一番いいですけど、ね、そうですよね、まあ、ボラティティがこうね、ブレがあると難しいでしょうから、ね、そうはいけませんから、はい、すいません、その辺は我々の責任だと思います、ね、あんまりブレないように、はい、頑張りたいと思いますが、最後にビンゴのアパレル業界ですね、これからのこう展望みたいなのがあれば。まあ、さっきちょっと申し上げたことをダブりますが、やっぱりもう付加価値商品をどんどんやっぱ提案していく、質の高さ、まあ、今までやっぱりその作業服ってのはそういうイメージではなくてね、一流産業、二流産業向けのイメージだったと思いますが、まあ、三次産業を含めてね、いろんなその着用することによって、まあ、仕事をする楽しみとかね、まあ、会社に対するその誇りとかね、そういうような感じのような商品をどんどん提供できればと思いますからね。そうですよ、はい、いやもうぜひ、ね、結構いろんな会社歩きますけども、はい、
やっぱ地域でこんな有名ブランドのこうパンツ作ってるんだとか生地作ってるんだっていうところありますよね。本当皆さん切磋琢磨されてすごいですよね。本当に有数の産地だと思いますね。だから広島県の地場産業と一つとしてね、これからもまあ頑張って、まあ、地域に貢献できるかと思いますけどね。そうですよね。なんかこう我々としてもやっぱりそうは言ってもいつまでもなんか有名ブランドの下請けだけだと、サプライヤーだけだとなかなかこう利益幅が大きくなってこないので、できればこうビンゴのブランドが最終製品としてですね、そうですね、なんか作れるように我々もなんかこうデザイナーを支援するとかですね、はい、そうですね、なんかやりたいなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。あのね、ビンゴ産地昔から割とね、例えば東京とか大阪の大手の商社の方の、まあ、例えば加工のお手伝い下請けをするっていうのはあんまり昔からしてないんですよ、みんなそれぞれねやっぱリスクを張って自分で企画をして製造して、そうですよね、やっぱり北海道から沖縄まで売っていっちゃうっていう、はい、新種の精神があるんでね、それはもうそのまま持ち続けて、多少リスクがあってもね、はい、行くというのが一番いいと思いますけど、ぜひ、はい、またこのアパレルがさらに活躍できるように、はい、ビンゴの誇りですから、よろしくお願いします。引き続きのご活躍をお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは広島県アパレル工業組合理事長で黒だるま株式会社代表取締役社長平健介さんでした。平さんが今日着てらっしゃったあのウェアですよね、 あれも黒だるまで作られたもので、あ、そうだったんですね。バンドをね組んでらっしゃるということで、はい、TR ドンキーってこう書いてあったかと思うんですけれども、同級生で、そうなんですよ、ね、福山製糸館高等学校のその同級生の皆さんでお作りになったバンドいいですね、ということで、背中のね、ドンキーのエボで、すごい、馬が、そうなんですよ、ドンキー、これも黒だるまさんでお作りになったという、ロバ、ロバですね、あ、ロバですね、はい、あ、馬ではなくて、馬でした、ね、そうでした、ドンキーですからね、はい、ロバでした、ロバでした、はい、ということで、またあのエコ商品にも ね力を入れていらっしゃいますでしょう、あのペットボトルの素材で、はい、から再生をして、再生をしてというので、そういったところにもいろいろと力を入れていらっしゃるし、またもう一つ言えばですね、あの今ちょっとお話は出なかったんですけれども、ビンゴ祭りのやっぱり系譜を継ぐこの縫製業の地盤が強固であるので、この辺りもねもっともっと広めて、そうですね、広めていくっていうね、はい、温故知新の精神を本当に見せていらっしゃる、ね、いいですよね。我々もそういうのをしっかり応援して、はい、ぐっと産業として広がっていただくってもいいと思いますので、はい、なんとか頑張っていきたいと思います。でも心強いですね、こういうリーダーがいらっしゃると。そうですね、はい、あとに続けと、そうです、どんどん若手頑張っていただきます、よろしくお願いします。それでは今夜もお相手は小林美希と、アシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りしました。どうもさよなら。社長、背中をちょっと、背中を、はい、ロバーをじゃあ、ロバー、はい、ご覧ください、よろしいでしょうか。バッチリです、はい。